チャック開いてる。何言ってんの、イングリッシュ英語やんか。2020年のさ、うん、東京オリンピックパラリンピックあれやん。あります。大会ボランティアに応募した人が8万人目標達成したんやって。おお、見ました見ました。見たんかいな、はい、しかもその割合、外国人の割合が 44% も占めてんのよ。おー、ということは、うん、どういうこと。これからは英語を話せる時代が必要ってことよ。ほー、さっきのチャック開いてるってどういう意味。だからそれは、あー美味しかった、このお店また来たいな、支払いは次でいいかな、ということで今日はタダにしてもらいます、ほなさいならっていう意味。おー、オッケー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 よ。この人簡単に騙せるな。チェックプリーズがそんなに長い意味があったとはな。尺が合わんな。信じやすいですね、いい人ですね。さあ今週も始まりました、滋賀経済ナウ。メインナビゲーターを務める南あずさです。そして荻窪照明です。チェックプリーズはお支払いをお願いしますですよ、マスター、覚えておきましょうね。本当に外国人の方との言葉の壁ってね、はい、結構ありますよね、そういえば外国人の方と言いますとね、今外国人労働者、これの受け入れ拡大を目指すための出入国管理難民認定法っていう法律があるんですね、はい、でこの改正案というのが臨時国会で審議されて注目されてますね。そうですね、やはり日本企業は最近人手不足に苦しんでいますからね、はい、大変です。この労働者というのは非常にまあ大きな問題になってまして、女性ですよね、それからシニア、高齢者の活用、はい、でもう一つが外国人労働者の活用なんですけれども、全、はい、2社ですね、女性とシニアの活用というのが、はい、2020年頃からやはり減少することが見込まれていると、はい、じゃあ外国人労働者の受け入れ拡大をしないと、日本の経済規模というのをですね、維持し続けることはまあ難しいと言われている、はい、というようなですね、ちょっと前置きが長くなってしまったんですけれども、今日はこの話題で盛り上げていきましょうね、はい、南さんとこの後詳しく解説していきます。ビズログです。経済に関するタイムリーなトピックスを解説コメンテーターの荻窪さんに分かりやすく解説をいただきます。さて今回のテーマは入管難民法改正案でしたね。これは外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理難民認定法ですが、国会で審議されていますよね。はい、今のですね、こう少子高齢化というまあ問題と、はい、それから人手不足ですね、そうすると政府からすると単純労働を含む分野でですね、外国人の方に新しい働き手にどんどんなっていただきたいと、そういう思いがあるんですね、はい、じゃあそう考えても日本の社会がどう変わるかっていうのは非常にまあ気になります。そこですよ、うん、そこで新制度の仕組みとか課題ですよね、はい、それをこちらにまとめてみました。まずですね、トピックとなるのはこの新しい在留資格ですよね、特定技能の1号というものと、それから下ですね、特定技能の2号というもの、これを創設することですよね、はい、2019年4月1日の導入を目指していますよね、はい、でまずね、1号からちょっといきます、はいはい、農業ですとか建設業ですとか、介護業、まあ、他にもあるんですけども、はい、こういった業種などが考えられていまして、比較的簡単な仕事をすること、これがまあ想定されているんですね。で取得のためには、こちらをご覧いただきたいんですけれども、日常会話程度の日本語の試験、これがまず必要だということ、はい、それから就業分野に関する試験ですね、この2つに両方ともまあ合格しなければならないというハードルがあります。なるほど、外国人が実習生として働きながら技能を習得する技能実習生であれば、はい、3年の経験があれば試験なしで移行できるんですよね。そして特定技能1号は
在留期間は最長5年で、家族を連れてくることってできないんですよね。はい、そうなんですよね。こちらに書いてある通り、家族の帯同はまあ不可となっています。はい、それから、皆さんおっしゃった通りですね、この3年の経験がありますと、技能実習生の方が無試験で、1号ですか、はい、にまあ移行可能ということで、おそらくこの流れの方がまあ多いでしょうね。はい、技能実習生の方が。で、まあ、こう帯同が不可ってことなんですけども、はい、そもそも在留資格ってですね、就業、働くことを前提にした在留資格自体が、今まで狭きもんだったんですよ、日本って。で、これをもうちょっとの受け入れを拡大することによって、働き手をまあ増やしましょう。はい、ただまだですね、やっぱり慎重なところは否めませんし、はい、まあ、保険も含めましてね、制度の整備っていうことがちょっとどこまで単純化できるかわからないので、今のところはまあ、ずっとのですね、家族の帯同は不可とかですね、在留資格にまあ5年という制限をまあ設けているということなんだと思います。なるほど。はい、それからもう一つが2号の方なんですけれども、はい、こちらはもうちょっとですね、熟練した技能を想定したあの働き手ということで、はい、例えばですね、建築工事の現場なんかで、現場監督、これを務める方なんかがまあ想定されているんですけれども、こちらもやはり就業分野に関する、試験にまあ合格しなければならないというハードルがあります。なるほど。2号になると在留期間に上限はないんですね。はい、で帯同も OK ですし、はいはい、在留資格もですね、これ事実上の永住が可能と書いてありますが、まあ、実際は審査があるんですね。はい、で審査を定期的にまあ受けてますと、はい、ずっとまあ在留できるわけですから、はい、事実上のまあ永住権であろうという考え方になりますね。ずっといられますものね。はい、政府はどのぐらいの外国人労働者の受け入れっていうのを見込んでるんでしょうね。はい、それではね、もう一つこちらをご覧ください。はい、はい、こちらですね、外国人労働者の、受け入れの見込み数ってことなんですけども、はい、来年度からまあ始まりますから、2019年4月からスタートして、5年間で14の業種、そして、合計最大でですね、345,150人、この受け入れをまあ見込んでるってことですね。はい、最大でこの数になるというふうには見込んでます。はい、ただ受け入れの業種、それから受け入れの人数ですね、これは今回の改正案にはまあ盛り込まないで、改正案がまあ出ますよね。でその後の省令っていうですね、法務省令があるので、この中に盛り込む予定だと言われてるんですね。だからとは言わないんですけども、自民党内からもですね、この制度、この受け入れ人数の上限というのが歯止めにならない、つまり一旦はこれ数字で出してるんですけども、結局のところもっと出ちゃうんじゃないのとかですね、こういったところがあやふやじゃないかという指摘はされています。ね、いろんな声がありますものね。はい、じゃあ滋賀県の現状はどうかと言いますと、はい、去年12月末の滋賀の外国人の人口3年連続で増えているんです。過去最も多い数字となっていまして、前の年より1493人多い26,533人です。大津市は4,066人、そして次に多いのが長浜市です、3,128人、次は甲賀市なんです、2,941人。の滋賀県全体で見ますと、竜王町と多賀町以外はすべて増加しているということなんですね。でこの中で、じゃあどのくらいの方が働いているのかという問題になりますよね。はい、外国人労働者ですからね、なりますからね。県内の事業所で働く外国人労働者は15,621人、前の年よりも 14.1% 上がっています。2年連続で過去最高となっています。じゃあ受け入れる側の企業はどうかと言いますと、やっぱり増えないと困りますよね。外国人を雇用する事業所の数も5年連続で増えている、過去最多を記録しているということです。じゃあこの現状を受けて滋賀労働局はどう見ているかと言いますと、企業の人手不足を背景に外国人の雇用が広がっているのではないかというふうに見ているということなんです。実は世界的に今人材獲得競争になってきているんですね。はい、なので例えばドイツですとか韓国などでも、どちらかというと移民政策とか外国人労働者の受け入れに積極的な国っていうのがあるのも、はい、早めにですね、自国の外国人労働者の受け入れ環境を整備して、どん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 来てもらいましょうと、はい、ただ管理はしっかりしますよと、それに負けちゃいけないなっていう狙いも、実は日本国の政府にもあると思われています。はい、はい、でも世界的に移民排除の流れになってまして、はい、それでドイツのメルケル首相はね、退任か
ということになりましたし、なかなか奥深い難しい問題ではあります。外国人の出入国回数急増が見込まれますし、これによって外国人の動向の把握というのはさらに複雑化しそうですね。政府は出入国在留管理庁を新設して、職員を増やして体制を強化するという方針なんですが、実効性はまだ手探りということです。注視していかなければなりません。さあ続いてはビズラボです。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスします。ビズラボです。さて今年滋賀県と中国湖南省が友好提携35周年を迎えました。湖南省とはどういったところかといいますと、こちらです。関西国際空港から直行便でおよそ3時間30分です。 GDP なんですがおよそ58兆円、毛沢東の出身地です。中心となる省都なんですがこちら長沙市です。人口は791万人、 GDP はおよそ18兆円。さあそこで今回、一般社団法人滋賀経済産業協会に所属している8社の中から未来を担う若手有望社員の皆さんが中国経済の今を見てきました。湖南省視察ミッション団が長沙市に到着後、まず向かったのが、今日岩戸さんまず見させてもらって、日本と中国の文化の違いというのも、そうですし、日本に持ち帰って何かこう日々の仕事に、何か活かせるようなものを持ち帰れたらなと思っています。湖南省長沙市にある平和堂は今年で創業20周年、売り場面積の6割が日本では食料品を占めるのに対し、中国では化粧品や貴金属、衣料品で占められていて、百貨店としての役割を果たしています。食料品売り場を視察していると、日本では魚は切り身で売られているのに対し、魚介類が水槽に入れられて売られています。今回視察団を迎えてくれたのは平和堂中国の前田さん。視察団からはさまざまな質問が。政治的な要因でね、日本企業ということで、その業績が落ちるとか、そういう影響を受けたことはないんです。いやいや、もうほら受けましたよ。タクシー乗る時でも、お前何人やって聞かれたりするんで、私はもう俺は韓国人だとか言ったりしてね、その時はもう日本人で言えなかった時もありますけどね、バスの中でも一切日本語とか喋らなかった時もありますけども、今はもう全然一切そんなことなくて、反対に日本に行かれる方も非常に多いですし、日本通の方も非常に多くなってますね。採用とかだと定義定量というのは日本みたいな形で採用されてるから、それでももう全然日本と違って、転職することに全然こだわりないですね。ですから本当に月に1回2回採用活動してますよ。その時に10人20人こう来られて、その中の1人選んで、まだ2週間後で今30人の人が集まっている形で採用の方を進んでますね。今年で創立20周年。20年前の調査市は今のような都会らしさはなく、出店しているお店も釣り銭を投げて返すような荒れた状態だったそう。創業者が先見の目を持って長沙市の五一広場に中国第1号店をオープン。現在では長沙市でも一等地の立地に。当初創業者はですね、湖南省から3つ3カ所候補地を案内されたらしいです。でその中から創業者がここという形で選んだという経緯がございます。出店については中国ね、もちろん共産圏ですから土地は自分のものにはならないんですね。ですから40年契約をしています。これ自社物件です。建物は全部建てましたので、20年前に約その当時で、100億日本から持ち出してますね。日本円で100億。中国出店で平和堂がまず行ったことは社員教育。日本での接客のマナーを取り入れました。ファインゴアンリング、これいらっしゃいますということなんですね。これが流行語になったんですよ。平和堂ができた途端に
なぜかというと、今までお客さんに対してですね、いらっしゃいませなんて言った小売業はない、どうもない。それが日本式でいらっしゃいますから始める接客用語を知って、教えて、それを、しっかりとありがとうございましたと含めてね、教えることによって、そのお客様がですね、調査しないので、ファンリング・バイ・ボンリンというのがですね、ちょっと流行語になっている。日本と中国で大きな違いは、決済方法。アプリでの決済が主流の中国では、平和堂のポイントカードのサービスもすべてアプリで。調査士のおよそ700万人の人口に対して、会員数はおよそ70万人にも上ります。日本ならではのおもてなしの心と、中国ビジネスの最新を貪欲に取り入れた柔軟な発想で、現在、平和堂中国は4店舗と拡大しています。その平和堂のなんか出店した経歴とか、経緯とか聞いてるとすごい面白かったですけどね。創業者の方が一人でなんか反対を押し切って出店したっていう話もありましたけど、中国進出を考えるとでもちょっとどうなんでしょうね、インターネットとかが繋がらないとか、ああいうところはどうしてるんでしょうね。使わなくても案外いけるもんだったね、中国内のサービスを使ったら。発展してる部分とこう、なんていうんですかね、こうありますね、やっぱり、なんていうか見てて。視察2日目、視察団が訪れたのは湖南省の経済特区、広進区。広進区とは広進技術産業開発区、産業技術レベルを引き上げることを目的とした特殊経済地域のこと。今回は1万社以上の企業が進出している調査ハイテク産業開発区で、最新の重機や最先端の技術を視察しました。前のフロントの部分を変えれば、いろんな農産物を収穫していきます。携帯のアプリで操作します。中でも視察団の興味を引いたのは環境ビジネス。現在中国では建設ラッシュ、それに伴い発生する空気汚染にビジネスチャンスを見出した会社が業績を伸ばしています。発展と成長を続ける中国。湖南省長沙市の GDP は前年比 8% 増、そして湖北省の武漢でも 8.2% 増と大きな成長を見せています。ジェトロ武漢事務所の片尾田と申します。今武漢市は中国の日本商工クラブの中で唯一会員企業数が大きく伸びている、非常に日系企業の進出している町となっております。自動車産業を中心にですね、非常に産業も盛り上がっておりまして、これからですね、日本企業のビジネスチャンスもますます増えてくる町と考えております。我々ジェトロ武漢事務所としてもですね、皆様の日系企業の皆様の支援をですね、しっかりとやっていければと思っておりますので、ぜひ進出の方をご検討いただければと思います。また武漢にお越しの際はですね、ぜひジェトロ武漢事務所にもお越しいただきまして、ご相談対応等させていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。視察団も招かれた友好提携35周年レセプションの場では、一つでも二つでも掴んで、これからのビジネスチャンスですとか、マネジメントをしてもらえれば、ね、一見もサポートしますね。はい、まず35年にわたる長きのこの友好交流の歴史ですね、礎を築いてくださった方々、それぞれの分野でこの友好交流を担ってきていただいた方々、20年前にこの調査の地にですね、開店していただき、事業を進めてきてくださった平和堂の皆様方はじめですね、さまざまな方々に感謝をしたいと思いますし、この35年を節目に新たな展開を考えていこうと、滋賀県とこの湖南省とを結ぶそういった窓口を設置しながらですね、さらに経済交流を盛んにしていく。とりわけ渡河号初期との面会ではですね、農業を基盤とした農村の皆様方の生活向上のための取り組みに協力を依頼されたところでありますので、
これまで環境分野で積み重ねてきたこの交流をですね、さらに発展していけるように努力をしていきたいと思います。日本企業の中国進出の後押しとして、国や県も大きな動きを見せています。今回の視察を振り返って、滋賀県の非常に、来ていただいた方とは交流できたんで、同じような業界の方もいらっしゃるんで、これからちょっとそちらの方とは、交流していけたらなというふうに思ってます。日本に興味を持っているっていう若者も多いということで、こちらも中国のこと、歴史であったりとか文化であったりっていうのも知る機会があれば、もっと交流など深められるのかなと思います。大掛かりなことはもう圧倒的に中国の方が早いんだなと思いますね。ただ細かいことに関しては日本の方が優れているのかなという気はしましたけど、これがまた中国が細かいことまでできるようになるんであれば完全に怖いなというところがありましたね。率直に思ったのは、調査士にしても武漢にしてもやっぱスピードが速いなと。スピードっていうのはなんかこう新しいものをどんどんこう取り入れてるというか、うまく使ってるというか。そうですね、やっぱり中国の企業様は基本的にウェルカムというか、いい話があったら相談に乗るよというような形での受けていただけるっていうような環境が整っているということが、どこの企業様に行きましても感じました。勢いというのを感じました。ただ品質面とか、日本は地震国でもありますし、その辺の安全基準とかですねが、中国がどこまでその政府の方が考慮して運用されているかというのはちょっとはっきり、そこまではちょっと突き詰められてないんですけど、そういった面ではやっぱり日本の方が技術的にはまだまだ上かなと思っています、はい。中国に対して、批判的な考えの方もいらっしゃるんですけど、実際にこうやって肌で体験してもらったことで、よりもっと中国のことを知ってもらって、いい思い出ができたのではないかなというふうに思います。とても素晴らしいミッション団を作り派遣していただいたなと思っております。それぞれの企業様で中核を担われているということと合わせてですね、今後ますますご活躍が期待される方々にこの中国湖南省の市場をですね、体感していただこうということで今回企画いただきましたので、さまざまな調査更新校をはじめですね、調査市内の経済状況でありますとか、企業の皆様方との交流ですとか、そういった企画があったと聞いておりますので、今後の滋賀県を基盤とした事業の進展でありますとか、湖南省中国との取引拡大でありますとか、まさに滋賀から世界へ、世界から滋賀への、そういった経済活動の一助になればと期待をしています。さて、湖南省視察ミッション団の皆さんは合新区で現地の経営者の皆さんなどと企業文化の違いなどをテーマとした交流も行ったということなんです。働き方ですとか残業、産休、育休などそれぞれの国の現状を話し合ったということです。お隣の国ですからね、これからも仲良くしていきたいですよね、はい。以上、ビズラボでした。今週もそろそろお別れの時間ですが、小泉さんいかがでした？はい、今回ね、外国人労働者の受け入れ拡大、これ待ったなしの改正案なんですけれども、2019年4月からですからね、もうすぐです、で、外国人労働者の拡大といいますとね、先日番組でご紹介したことがありました、デジタルマネーですね、現金じゃないもので直接給与を支給しますよという改正も、これまた厚生労働省の管轄なんですけども、省令改正という可能性がありますよと。両方ともね、こう改正がちょっと相次ぐ年になりそうなんですが、なんせね、こう外国人労働者については政府がですね、一方的に数を揃えるための丸投げにせず、自治体ですとか企業に非常に大きい負担がかかりますから、一緒になってですね、支援してもらわなくちゃいけないと思いますね。日本は、そして滋賀はかつて経験したことのない局面に来ているわけですからね。
これによって経済がどう動いていくのか、今後も滋賀経済の今を鋭く、そして分かりやすくお届けしていきます。ご期待ください。Oh, welcome! Toast and coffee! Okay, okay, I'm chef! Great, wonderful toast and coffee, please! Okay! あ、ゆで卵もつけてな。あ、ゆで卵！それ英語じゃなくて、それっぽく言ってるだけやん。あ、ゆで卵って何やったっけ？ Boiled egg! あ、ホイルとタイヤ！全然意味違うし。いや、通じたらええねん。全然通じませんから。